ドリーマーの皆様、おはようございます、こんにちは、そしてこんばんは。僕トラえもんです。本日は課金額の 15% がずっと還元されますというダークテイルズを最もお得にプレイする方法、こちらについて、運営公式のキャンペーンとなりますので、お伝えしていこうと思います。もうね、トライモンのチャンネルでダークテイルズの動画をご覧になっていただいた方は、まあご存知のキャンペーンかなと思いますが、まあ、改めてね、はい、まあこれから始めますという方も含めてご覧いただければと思います。はい、まずこちらですね。はい、これがですね、リリース当初から、告知をさせていただいている運営公式のねキャンペーンということになりますが、課金額の 15% がずっと還元されますということで、例えば、1万円課金すると1500円、10万円だと1万5000円、まあ、100万円だと15万円分の、このダークテイルズ内で使えるクーポンが返ってくるという、まあそういった仕組みですね。はい。で、これがですね、まあ後でお見せしますが、もうほんとね、還元とは割引の無限ループといった形で、もう非常にね、お得です。でですね、これ、参加方法については、はい、運営公式のですね、まあサブディスコードと言っていいかもしれませんが、ディスコードがありますので、そちらからご入りいただければと思います。はい、この動画の概要欄にその URL 貼り付けておきますので、ぜひぜひそちらから、はい、運営公式のディスコードですね、はい、ご参加いただければと思います。はい、でですね、一応この 15% 還元っていうのは、どういうことかというとですね、まあ、アップギャラリーというファーウェイ社が運営するアプリのプラットフォームがあるんですよ。まあ、アップストアや Google プレイのようなものです。はい。で、そのアップギャラリーの、版のダークテイルズをプレイすると、この 15% 還元が受けられると。まあ、アップギャラリーのダークテイルズが、まあ、常にそういった仕組みになっているというものですね。はい。で、これですね、iOS 版や Android 版とゲームの中身は全く一緒です。はい、何も変わりません。アカウントの引き継ぎも非常に簡単です。で、もうね、リリース当初から告知させていただいて、非常に多くの方ご利用いただいてますので、まあ、その点もね、ぜひ安心して、ご利用いただければと思いますが、まあ、改めてですね、参加方法ですとか、まあ、アップギャラリーってそもそも何よっていうところ、もうちょっと詳しいところですとか、はい、あとは、もろもろのそのキャンペーンとかですね、いろいろ行ってますが、そちらはこの動画の概要欄のディスコードをですね、はい、ご覧になっていただければと思います。でですね、今回は一応ですね、まあ簡単ですとは言ってますが、その、参加方法と、あとは実際どんな形で 15% 還元されるのかというところですね、まあ、過去の動画からもちょっと抜粋させていただいて、ご覧になっていただきこうかなと思いますので、ぜひ、はい、こちらご覧ください。まずはアップギャラリーのダウンロードですね。こちらの左上の、アップギャラリー、こちらをファーウェイウェブサイトからまずはダウンロードをしてください。そしてこのアップギャラリーを開いていただいて、ファーウェイ ID を作成することになります。はい、こちらの右下の自分というボタンを押していただいて、このファーウェイ ID にログインを押します。はい、そうするとこのような画面になりますので、国とあと生年月日ですね、まあもろもろその画面の通りに従って登録をしていきます。そして電話番号もしくはメールアドレスでの認証と選ぶことができますが、これもどちらでも構いません。トラモンはメールアドレスの認証を選択をしました。で、こちらで、認証済みというボタンを押していただいて、このプッシュ通知もどちらでも構いません。トラモンは一応はいを押しています。はい、で、この緊急連絡先はスキップで大丈夫です。はい、とすると、この初めてこの画面になりまして、ここで同意をするを押していただいて、ファーウェイ ID の作成が完了するということになります。この上でアップギャラリーからこの通りダークテイルズをダウンロードしていただくことということになります。ちなみにですね、場合によっては元のダークテイルズのアプリを一旦アンインストールしないと、アップギャラリーからこのダークテイルズをインストールできない場合もある可能性があるということですので、その際はアカウントの引き継ぎ連携の ID ですとかパスワードですね、もしくは SNS とか、まあ人によって異なるかと思いますが、そちらメモをしておくことをお忘れなくというところが注意点となるかと思います。でですね、ちょっとこれ他のゲームになりますが、実際に課金をしていきます。はい、でこれが課金の画面になってまして、ここでですね、ここ間に合わないアプリ内課金で 15% 還元とありますよね。決済画面でこの文言が表示されていると、
すでに、自分のアカウントがキャンペーンに紐付けられ、15% 還元が今後ずっとアクティベートされるという状況になりますので、この画面が確認できたら課金を始めていただいて問題なしというところになります。で、これ、ですね、先ほどのそのクーポンを使うか使えないかも選びまして、今回は使わないで買おうと思います。これで800円ですね。800円の商品をここで買うと、はい、この通り800円で120円のクーポンが手に入りました。これがゲーム前で使えるクーポンになりまして、800円の 15%、120円が戻ってきたと。はい、この通りですね。120円のクーポン。これが1万円だと、1500円がゲーム内の課金で使えるクーポンになって帰ってくるということになってきます。改めて別の商品を購入しようとしていくと、このクーポンのところで、この120円が先ほどの800円の商品を買った時に還元された120円ということになります。1600円が、クーポンで割引となって1380円になると。で、この1380円を購入するとまた 15% ここから還元が受けられるという仕組みになっています。ですので、還元率 15% での還元クーポンを使って値引きをした後、そちらの金額に課金をする際もまた 15% の、還元が得られると、いわば値引きと還元の無限ループですね。はい、非常にこれがお得の秘訣ということになります。はい、ということでですね、まあこういった参加方法と、あとは、還元の仕組みになってますということで、お分かりいただけたかと思います。ちなみにですね、これ iPhone 利用されている方、 iOS 版の方は、これですね、アップギャラリーをそもそも、そのまま iPhone でダウンロードでインストールできないんですよ。なので、そちらのやり方もですね、これパソコンを使ってエミュレーターというものが必要になってくるんですが、そのやり方ですね、はい、これも、この動画の概要欄に、iPhone 利用者向けの、登録手順という動画を載せておきますので、そちらご覧いただければと思います。まあエミュレーター使うか、もしくは、まあ安価なね、課金用に Android 端末をご購入される方っていうのも、まあ多いかなとは思います。その方がまあ簡単ですしね、長くプレイするのであればその方が割も、元も取れますし良いのかなと思いますが、まあ、そちらね、まあ、ご自身でご選択いただければというところかと思います。はい、ということでですね、アップギャラリー版ダークテイルズの、すすめということで、本当にね、この、形が、最もお得なプレイの仕方ということになりますので、まあ、非常に多くの方にもご利用いただけますのでね、ぜひぜひ、こちら安心いただいて、アップギャラリー版のダークテイルズ、はい、プレイいただければと思います。もしね、何かあれば先ほどのディスコードの質問所ありますので、そちらの方にご質問いただければ幸いです。はい、ということで本日は以上です。またお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。